常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さん面白かったら高評価のボタン、そしてチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ウクライナ情勢最新アップデートをお届けしたいと思います。例のですね、東部アウディユカの、攻勢の件なんですが、ロシア軍の、ね、攻勢ね、まだ続いているようです。CNN がですね、次のように伝えていますので皆さんと共有したいと思います。ロシア・ウクライナ東部アウディユカを攻撃、激しい絶え間ない戦闘ということで、ロシア軍が、ウクライナ東部の都市アウディユカに、大規模攻撃を仕掛け、現地の戦闘が激しさを増していることが分かった。ただ今のところロシア軍は大きな前進を遂げていない、むしろ大きくやられているみたいです。まあ、この後いろいろエビデンス出しますけどね、はい。でこの記事によるとですね、アウディユカ市のですね、軍政トップ、ビタリー・バラシュ氏はですね、13日ウクライナ国営テレビの取材に対して、4日にわたって戦闘が続いている、激しい戦いが本当に絶え間なく続いている、消火器による戦闘と砲撃戦の両方が行われていると述べたということです。バルシによるとですね、ロシアはウクライナの戦闘員を包囲するため使用可能なあらゆるものを発射している。残念なことに彼らは前線の集落だけでなく遠く離れた後方の集落も攻撃している。ロシア軍は正面攻撃ではなく市の南と北から側面攻撃に集中している。こうした形で包囲計画の実行を試みていると、いうことでですね、まあ、かなり本格的な、ね、攻勢をまあかけてはいるんですけど、ただですね、私ね、いつも監修してもらってるプロの専門家に聞いたところですね、いやこれね、本来だったら南守んなきゃいけない戦力なんですよ。でそれ持ってきてね、でかなりまた無謀なその、まあ、政治宣伝目的の突撃だと思うんですけど、これをかけてめっちゃ消耗してるんで南やべえんじゃないかぶっちゃけと、いうふうに言ってました。でさらにですね、専門家によるとですね、これ ISW のツイートを引用してるんですけれども、どうもですね、ロシア軍がこのアウディユカの戦場、戦況についてですね、情報統制をしているらしいと。まあ、これ昨日の動画でも言いましたけどね、ウォーゴンゾとかライバーがね、なんかちょっとおかしいんじゃないかみたいな、渡辺さんも突っ込んでましたけれども、ISW のこのツイートによるとですね、ロシア軍司令部はロシアの情報空間におけるアウディユカ周辺の攻撃作戦に関する議論を制限しているようだ。これはおそらくこれまでの情報ショックに適応し、これからの作戦を中心に浮上するあらゆる言説を制御しようとする狙いであるというふうにしています。さらにですね、これに続けてですね、クレムリンはおそらくアウディユカを中心としたロシア軍の攻撃作戦と、ウクライナでの作戦上の主導権を握るロシア軍としての、としてその他の局地的な取り組みを組み立てようとしている。まあ、これはポイントですよね。そのさもロシアが主導権を握っているかのような、まあ、情報統制、まあ、これがどうも行われているのではないかと、いうふうにですね、まあ、言っております。でこの無謀な前進なんでやっているのかと、いうことですね。まあ、どれぐらい無謀かというとね、これもね私を監修してくれているですね、プロの、専門家がですね、ウクライナ、ユークレイニワールドっていうふうに呼んだらいいかな、というですね、オリックスみたいなそのまあ毎日ね、どれぐらいロシア軍から損失が出ているんだというのをですね、まあ、出しているのがあるんですよ。でそれによるとですね、10月13日1日だけでですね、ロシア軍1030人の方が死傷していると。でこの1000人超える死傷者が1日で出るというのはこれかなり激しいやられ方で、これおそらくですね、南部のね、例のほら、スロビキンラインね、スロビキンラインの、1列目の手前でウクライナ軍を迎え撃ってボコボコにされてましたよね。あれと同じような、まあ、かなり無謀な前進をしていると。で私これなんでやってるんですかというふうに、専門家に聞いたところですね、まあ、おそらく政治的な要請だろうと、まあ、要はそのロシア軍負けてないと、ね、いう宣伝をしたいがためにですね、まあ、戦力燃やしながらですね、まあ、その前線をキープしていると、まあ、包囲しているっていう、まあ、幻想を作りたいのかどうかよくわからないんですけれども、まあ、非常にこれはロシアのですね、まあ、現場の兵隊にとってはですね、まあ、厳しいなということです。それからですね、ウクライナ軍は相変わらずですね、まあ、ロシア軍のね、補給する車列とかをまあ狙っているんですけれども、やっぱりウクライナ軍南下してきてるんでね、まあ、南部戦線なんか特にね、そうするともロシア軍そのもう補給路耐えられないので、今新しいですね、そのロジスティックスのね、ラインね、補給路をですね、まあ、海岸に近い方にですね、まあ、作っているというようなですね、そういう情報も入ってきております。はい、ということで、まあ、相変わらずですね、ロシア軍が、まあウクライナ軍にガツガツ攻められながらですね、非常に大変な状況になっていると、いうことです。でこれに関連してですね、ちょっと他の、ね、情報もね、ちょっと共有したいんですけれども、まずね、
ネット上のテンダーアカウントの、あ、ね、テンダーじゃないか、あの、ネット上のオシントアカウントのテンダーさんね、これおそらくあのドイツの方だと思うんですけど、私フォローしてるんですけど、なかなかまたいい分析を出されているので、これちょっと皆さんが共有したいんですけど、アウディーユカ周辺でロシアは、4日間攻撃していると。で、私が目にしているのはロシア軍の車両が爆破される様子を映した一連のビデオに過ぎない。これらはロシア軍の、まあ、この要はこの戦場はロシア軍のもう一つのブフレダルだというふうに言ってます。ブフレダルってのは皆さんあの覚えてるかどうか分かんないですけど、バフムトの、ね、大攻勢やってる時にロシア軍がそのさらに南のブフレダルってところでまたこれ無謀な突撃しまして、もうほぼ全滅したんですよ、はい、もうフルボッコになったんですよ、ね、これもう本当にあのなんか歴史に残るような陸戦だったんじゃないかと、まあ、言われてるんです、まあ、後日これは検証されると思うんですけどね、後世ね、あのもう一つのブフレダルみたいなことが今このアウディーカで起こっていると言ってます。でさらにですね、テンダーさんこう言います。しかし私は、それがまだ終わったとは思っておらず、彼らは今後も底なしの穴に資源を投入するのだ、とは、思うと、これは賢明な戦争とは思えないと。これだけ破壊された、ロシアのリソースというのは1944年のバルジの戦いに匹敵すると、それぐらい、まあ、無駄な浪費になっていると、ロシアはですね、まあ、ロシアでは現在ですね、遺体袋が不足していると、いうことで、まあ、これはロシアも認めていることらしいんですよね。でロシア軍は、ね、まあ、現代戦はいや機動戦には、まあ、全く無能であることが改めて、まあ、証明されたと、いうことで、まあ、確かにですね、アウディーユカも最初の3日ぐらいね、もうガシガシ来たらしいんですけど、4日目ぐらいからなんかもう戦車がなくなってきたみたいでですね、なんかこう歩兵でもとにかくだからさっきのあのね、ISWのとかそれからあの CNN でねあのインタビューされてた、まあ、現地の方の意見ですけど、持ってるものありと使用可能なあらゆるものを発射しているというのはおそらくまあそういうことかなと、まあ、対戦車砲でも対空ミサイルでも何でもねこう地上目標をやるのにも全部投げてるのではないかと、いうことです。でちょっとさっきの、ね、CNN の記事に戻りますけど、こんなふうにも書いてあります、SNS 上定評のあるオープンソース情報の、情報関係のアカウントに、公開された映像にはロシア軍の複数車両がウクライナ軍から火砲や、ジャベリンね、ハンドラン、あのこの片打ち式のミサイルね、ジャベリン、ドローンを、使用した攻撃を受ける様子が映っていると。これまさにあのテンダーさんがおっしゃったね、ロシア軍が撃破される映像ばっか私は見てますということね。で CNN はこうした動画の真偽や内容について独自に検証はできなかったと。ただウクライナ当局者はこれまでロシア軍の攻勢を跳ね返しており、多数の車両を破壊したとしていると、いうことです。で先ほどもですね、バラシュ氏ね、あの、まあ、ウクライナの、ね、現地の、まあ、司令官というか、なんか現地のあれですよね、バラシュ氏っていうのは、軍政 の、 あのトップの方ですね、曰くですね、非常に困難で緊迫した戦況だが、ウクライナ軍は4日間にわたって断固として戦場を堅持している、彼らが持ちた応えるものと確信していると、いうふうに述べたそうです。で、ウクライナのゼレンスキー大統領も、まあ、ロシア軍を食い止めていると、いうふうにまあ称賛していてですね、まあテレグラムにねこんな投稿したと。アウディーユカ、我々は持ちこたえている、ウクライナの勇気と団結がこの戦争の終わり方を決めるだろう、我々は全員この点を覚えておく必要があると、いうふうに表明したそうです。で、まあ、この辺に関してですね、渡辺さんもですね、先ほどのあの、その ISW ね、別のまあ投稿を引用してですね、こういうふうにあの言ってます、ロシア軍司令部はアウディーユカの攻撃に関する議論をロシアの情報空間で制限しているというね、さっきのやつね、はい、でこれまあ事実だろうと、まあこの戦争の主導権を握っているのは、ウクライナ軍でありロシア軍ではないと、いうふうにですね、まあ、渡辺陸将も、まあ、意味軸もまあおっしゃっていると、いうことでございます。で、同じですね、渡辺陸将からですね、こんな、まあ、情報も入ってきました。これまたツイッターで出ている公開情報ですけれども、前にですねこのチャンネルで渡辺さん出てもらった時にね、GLSDB というね、まあそのハイマースから発射できる、射程150キロの GPS 誘導ロケットの話ってやってましたよね。あれがついにですね提供されるようになったということなんですね。で渡辺さんのツイートちょっとそのまま、読みますけれども、待望の GLSDB がやっとウクライナ軍に提供されると。ハイマースから発射できる、射程距離150キロ GPS 誘導のロケットだと。で、でこのまあ記事がその下にですね引用されてまして、アンディ、シナイダーさんという方ですね、この人の記事が引用されていて、ボーイングサーブ社は GLSDB の最初のバッチと、バッチをウクライナへ、輸送と、輸送しているということですね。で GLSDB は、GPS 誘導を備えた、MLRS、ハイマース用のロケットですと
射程距離は150キロということで、まあ、今までハイマースね、射程ね、70キロだか80キロっていうのをやってたんで、まあ、ほぼこれが倍になるとね。ATACMSはこれ300キロなんですけどね。で、さらにドイツのタウルスは500キロでしたっけ？なので、で、しかもタウルスはブリッジキラーですからね、これも、まあ、来たらすごいんですけど、まあ、とりあえずその ATACMS 来る前にですね、まあ、その1個手前の、ね、まあ、射程150キロのこの、まあ、ハイマースから発射できる、GPS 誘導ロケットが来たということで、これ、ウクライナ軍にとっては非常に、大きな力になるんじゃないかなと。まあ、ウクライナの攻撃っていうのはね、これ、まあ、何回も言ってますけど、一貫してまして、基本的にロシア軍のですね、持ってる力をね、弱めるために、武器、ね、弾薬などのね、貯蔵施設ね、それからその、司令部ね、それにさらに兵士の集積場所、で集結場所とか、それからその、補給路ね、補給路のこういう、まあ、その車列とかね、場合によってはまあ列車そのものとか、まあまあ、列車そのものもそうね、一回破壊したことありますよね、あそこの、クリミア大橋でね、ドカーンってやって列車が火災を起こしたようなところもありましたけど、そういうものをまあ狙ってるんですよね。だから基本的にはその、まあ、軍事目標を中心に、しかもですね、まあ、そのロジスティックスをね、もう壊すと。もう本当に戦えなくするっていうやり方ね、戦闘部隊もとまあ戦うんですけれども、その後ろにいるですね、兵団を徹底的に叩くっていう戦略をやってるわけですよ。で、それがね、射程150キロ、まあ、倍に伸びたらですね、まあ、それはより多くのターゲットがね、攻撃できるわけで、で当然そのターゲティングにはですね、NATO とかね、まあ、情報協力を、まあ、してるわけですね、まあ、特にアメリカですけどね、アメリカ、イギリスが、まあ、情報面でも協力しているということですので、まあ、ウクライナ軍は大きな力を得たのではないかなと。いうことでございます。でさらにですね、もう一つ渡辺さんからの投稿でですね、ウクライナ軍の特殊部隊が午前7時30分メリトポリで破壊工作を実施、線路を爆破し、ロシア軍に弾薬と燃料を輸送する、列車にも損害を与えたという情報です。これドミトリーさんという方の情報なんですけれども、これに対してですね、渡辺さんこういうふうにコメントされています。ウクライナ軍の、全重心の作戦は進展している、どうするロシア軍と、いうことですね。で元記事を、ね、読むとね、こう書いてあります。ウクライナの特殊部隊は今朝ザポリージャ戦線でロシアの燃料と弾薬の供給を、まあ、妨害したと。今朝、SSO ルクオポルの部隊が、まあ、これ特殊部隊ですね、おそらくね、一時的に占領したメリトポリで作戦を成功、ロシアが一時占領しているメリトポリで作戦を成功されたさせた、午前7時30分兵士たちの、妨害行為のおかげで線路は爆破されたと。爆発の結果ロシア軍に弾薬や、燃料を輸送していた、鉄道線路と、列車が、まあ、損傷を受けたと。敵の戦術に関する、追加情報は、現在、これ追加で、まあ、これ待ちですね。で他にもですね、この手の、まあ、浸透工作というかね、特殊部隊による破壊工作というのは、まあ、結構進んでるみたいで、まあそのね、当然その、まあ、クリミア半島ね、ここでも、まあ集中攻撃を今ロシア軍は受けていると、いうことです。まあ、みんなね今ねちょっと関心がねイスラエルの方向いちゃってますけれども、まあ、ウクライナとしてはですね、まあその、こっちもね関心持ってもらいたいということで今一生懸命ね、このアゾフ海に向けた脱走作戦ね、まあ、父として進んでいると、ね、いうふうにまあ言われているこの脱走作戦をまあじわじわと、進めているということでございます。まあ、そんな中ね本当ね非常に嫌なニュースがもう一個入ってきたんですけど、どうもね北朝鮮がね弾薬満載した列車をね、まあ、ロシアに送っていると。まあ昨日ね、虎ノ門ニュースかな、江崎さんの情報ではね、まあ、今回のねこの、まあ、ロシアじゃないやイスラエル攻撃があって、で、まあ、北朝鮮がビビってですねその弾薬の一部をちょっと持って帰ってこいみたいなこと言ってると、こっちの備えがやばくなるみたいな、まあ、言ってるって話でしたけど、一応今出てる公開情報ね、まあ、これちょっと朝日新聞なんですけど、安全保障、アメリカのですね安全保障会議 NSC のカービー報道官がね、まあ、言ったと。北朝鮮のコンテナ1000個分以上がですね、コンテナ1000個分以上の弾薬などの軍需品を、ロシアに、提供したというですねアメリカ政府の、まあ、見解を明らかにしたということです。で NSC はですね根拠とする衛星写真を記者団に公開していると。で、9月の、7日から8日約300個のコンテナが、ロシアへの輸送のために北朝鮮のラジンで保管されているのを確認と。9月12日にはコンテナがカイロで、ロシア極東の、ドゥナイに運び込まれたと。10月1日にはウクライナに隣接するクラスノダール地区のですね、チホレツク近郊でコンテナを積んだ列車が、弾薬庫に到着していたということで、ウクライナがね特殊部隊で破壊した弾薬もひょっとしたら北朝鮮から来たやつかもしれませんね。まあ、ただ北朝鮮の弾薬はですね、まあ、ロシア軍の捕虜なんか
家の話によると、そもそも飛ばないか、飛んだとしてもすぐ近くで爆発しちゃったりとか、まあ、その装填した砲もろとも爆発しちゃったりとかもするかもしれないので、まあ、ウォーキングデッドのね、ニーガンの回の最後じゃないですけどね、北朝鮮が提供した弾薬でロシア軍全滅みたいなことになれば、まあラッキーかなとは思うんですけれども、まあ、果たしてどうなるかね。まあいずれにしてもですね、今回ウクライナ情勢ね、少しまあ皆さん関心下がってるかもしれませんけど、北朝鮮がこういうことしてるっていうことで、日本にもめちゃめちゃ関係してる話だということをですね、忘れないでいただきたいなというふうに思いました。ということで今日はちょっとやんごとなきシチュエーションで収録してますけど、なぜかは八重洲イブニングライブにその理由は書きますので、ぜひ皆さんご覧くださいということで、今日の内容面白いなと思った人はぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー。